はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第29弾の色特集をやっていきます。で、今回はね、この10単語をやっていきますので、この状態でテストしたい方はぜひね、止めてやってみてください。では、まあ、今回はね、サクッと短く終わりますんでね、ちょっといきましょう。で、ほとんどがもう日本語で使われているものなので、発音すると、あの色ねってピンとくると思うんですが、まあ、一個一個確認していきます。で、まず1番。これはグリーンです。グリーン。でも、グリーンって言ってるので、緑色ですね。で、基本的に緑色っていう意味もあったりとか、あと緑色のですね。だから、グリーンバッグって言えば、緑色のバッグみたいな。そういうふうに使うことができると。で、次が、レッドです。レッド。で、レッド。赤ですよね。で、赤色のと。どんどん行きましょう。次、ブルーです。ブルー。で、ブルーは、青。で、次が、ブラックです。ブラック。で、ブラックって言うと分かりやすいよね。ブラック、黒です。まあ、全部、色ってね、全部書くじゃないかもしれないけどね。で、次が、イエローです。イエロー。な、イエローってね、日本語で言うと。だから、黄色。っていう感じ。でも、基本的には、まあ、意味は、まあね、発音できればピンときやすいんですけど、まあ、書けるようにしておくと、まあ、どっかで役立つかもしれませんので。で、気をつけるのは、やっぱり、ルの音、R と L ですね、結構多くって、こんな感じで。ここもそうですよね。多いので、まあ、R と L の場所をちょっと気をつけて、もらえたらと思います。で、次はホワイトですね。まあ、日本語で言うホワイトってやつです。だから白ですね。で、次7番ね。これ、まあ、普通に多分テストしてくれた方はあれって思った方もいるかもしれないんですが、これカラーです。カラー、日本語のカラーってやつなんで、これ色です。あの、ちょっとふざけて入れました今回ね。色って本当にただの色って意味ね。カラーですね。で、次が、オレンジです。オレンジ。で、これはアクセントが最初に来るのをちょっと気をつけてください。で、まあ、オレンジっていうやつなんで、オレンジ色。で、あとは、まあ、果物のオレンジもこれです。オレンジ。これでいけます。まあ、今回色特集なんでね、まあ、色だけで書いちゃいますけど。で、次が、グレイです。グレイ。まあ、日本語でグレイっていうやつなので、灰色です。灰色ね。で、最後はパープルです。パープル。で、パープルは、まあ日本のパープルって言ってピンとくるのかな？わかんないけど。これ紫色ですね。まあ今回はこんな感じで。で、もちろんもっと色いっぱいあります。茶色がブラウンとかね、いろいろあるんですけど、まあ完全に独断と偏見で、今回この10個。まあ色は大したとこれ入ってないんで9個になりますけど。今回ね、これを選ばせてもらいました。で、こっちでも話したように、ホワイトはないんですけど、まあ、カラーの L もそうだし、オレンジ、グレイ。ここ結構ミスります。L で。で、あと、パープルの UR ですね。R って伸ばすのって AR とか ER が多いんですよ、英語って。でも UR なんですね、このパープルに関しては。ここちょっと気をつけてください。まあ基本的にね、こっち、英語から意味が分かれば長文とかでは問題ないんですが、まあこう書く。問題の時とかでね、色を使うこともあると思いますので、ぜひこの赤からこっちですね、もできるようにしていただけたらと思います。よいしょ。ではね、今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。で、次回からまた普通に戻りますので、よいしょ。もしよかったらね、次回の方もご視聴ください。よいしょ。では、今回は、はい、これで終わります。以上です。ありがとうございました。